マーティン・ジョンソン・ヒードは、アメリカ合衆国の画家である。ハドソン・リバーパの風景画家の一人とされることもあるが、南アメリカなどの植物や鳥の絵や生物が、肖像画も描いた。ペンシルベニア州、バックス郡の村、ランバービルの商店の店員の息子に生まれた。ペンシルベニアのフォークアートの画家、エドワード・ヒックスの弟子になり、1830年代末から絵を描き始め、 二年ほどヨーロッパに旅し、ローマに滞在した後、1841年にフィラデルフィアのペンシルベニア美術アカデミーの展覧会に作品を出展した。1843年にはニューヨークのナショナルアカデミー・オブ・デザインの展覧会にも出展し、再びヨーロッパを旅した後、1848年から毎年出展をした。 1859年からニューヨークを拠点とし、ニューヨークでは、ハドソン・リバーパの画家、ジョン・フレデリック・ケンセット、サンフォード・ロビンソン・ギフォード、アルバート・ビアスタッド、フレデリック・エドウィン・チャーチといった画家たちと親しくなり、影響を受け、風景画も描くようになった。一方で1863年から何度か、ブラジルやニカラグア、コロンビア、パナマ、ジャマイカを訪れ、 熱帯の花や鳥などの絵も描いた。生物画も多く描き、ハドソン・リバーパの風景画家に位置づけられることが多いが、作品のうち風景画の割合は4割ほどである。1883年に63歳で結婚し、フロリダ州のセント・オーガスティンに住んだ。この頃は花を描いた、生物画を多く描いた。存命中は人気がなかったとされ、 20世紀の前半には忘れられた画家となっていたが、1940年代になって、美術シェアやコレクターに注目されるようになった。1943年に、ニューヨーク近代美術館で、ロマンティック・ペインティング・イン・アメリカと題された展覧会に、作品の一つが展示されてから、作品の研究と再発見が行われたく、評価されるようになった。ありがとうございます。